今回はフェーズリセット後のディビジョン4初戦ということで、マジか、いや強いな、今回も強い。あれ、これダブルタッチしようか。オッケー、ダブルタッチしていける。シュート、まだ使えてない。オッケー、ここから入れていく。逃げ、縦パス入っていく。素晴らしい、つながった。オッケー、フィーゴ貢献して。オッケー、ここはムーアップで一回落ち着いて中入れてのフィーゴ。オッケー、決められる人。ちょっとやめて、キエザだこれさ。やめて、キエザエグいって。こんにちは、ドラゴンアローのブシテクソ。どうも皆さん、ドラゴンアローです。本日もイクトブレ2024モバイル無課金の地ディビジョン1の地やっていきたいと思います。はい、ということで前回の試合ではイクト2024フェーズ3開幕後初のディビジョン戦に臨みまして、フェーズ2最後の周回 FP で獲得した選手を起用して大熱戦を繰り広げました。コメント欄、動画終了画面の動画リンクからぜひご視聴コメントをよろしくお願いいたします。そして今回はフェーズリセット後のディビジョン4初戦ということで、試合に行く前に今回も早速ガチャイベントの方に行きたいと思うんですが、今回もこちらの映像をご覧ください。ロドリゴが出ません。いやもうロドリゴ出んねん、なんで出ないのロドリゴ。いやロドリゴマジで。いやもうさっきさ、周回引きましたよ3回目。もうしっかりパウトレスでした。はい、パウトレス引きました。いやもう絶対今回のフェーズ中にこのね、動画でさっき引きましたこのパウトレス動画内で使いません。もう絶対次回のフェーズになる。だ今まで1回しかね、だいたい週間引いてこなかったのよ。それでも3回引いて出なかったと。でもまだロドリゴ出てないんですよ。いやもうね、3回引いてロドリゴ出ない、このままでいいのかと。いや過去最強ですよこのロドリゴ、過去最強ロドリゴ。ここで引かなくていいのかと、ドラゴンボール。いや良くない、このままでは良くない。もう誰が引くんだと。俺が引くんだと。俺がここで引かなきゃ。誰が引くんだよ、頼むよマジで、頼む。リーガ来てくれ、リーガ頼む。リーガ、ロドリゴ、リーガ来てくれ。くぅー、マジかよ。はい、ということで前回の周回 FP 懲りずにね、さらに引いた結果ロドリゴ引くことができずに最終的にデンベレで終了となりました。なのでね、今回はこちらのデンベレ使ってリーグ戦頑張っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。試合にレッツゴー。はい、ということで試合マッチングできましたので選手のコンディションの方を見ていきたいと思います。 OK、 特に不調はいないと。まあ、デンベル普通なのか、デンベル、まあそうだね、新シーズンになってるからね。ただフィーゴとアルセネス絶好調ということで、じゃあアルセネスをまあデリンドと変えていきましょうか。まあフィーゴはどこの位置使おうかな、めちゃめちゃ迷うけど、迷うけど、まあフォーデンの位置いいかな。よし、じゃあこれでいきましょうか。では大市さんの姿を見ていきたいと思います。大市さんの姿はこちら。いやーマジか、いや強いな、今回も強い、今回もしっかり強いんだけど、サラーいるよ、マジかよ。いやブリッツカーブえぐいな。ちょっとさ、俺食らったんだよね、友達とさ触れましてて、もうめちゃめちゃ遠いところ30メーターぐらいあったんじゃないかな。もうスーパーゴールこのサラーに決められてさ、もうブリッツカーブにトラウマ感じてるところなんだけども、まあ、ベンチもしっかり強いな、ベンチもめちゃめちゃ強い選手いますけども、試合が決まったからにはね、ここで勝利して無課金の星になれるように頑張っていきたいと思います。では最後までご視聴よろしくお願いします。前半戦にレッツゴー。では前半開始していきましょう。オッケー、アルセネスボール奪っていくよ。じゃあ一気に後ろ戻すのか。オッケー素晴らしい。でライスから立てます。入れ、ちょっと待って、そこつながって。オッケー危ねえ、アルセネス素晴らしい、アルセネスいいね。じゃあムーアッピーからサラー入れて、サラーから一回出そうか。一回無デンベレ出して、いやマジか、カワビンが足長えなこいつ。オッケー素晴らしい、ライスボールカットしていきの。じゃあここ一回フィーゴ当てて、フィーゴからサラーで、ね、これダブルタッチしようか。オッケー、ダブルタッチしていける、シュート、ドキッ。ということで、いやーもう僕もうこちらのサラのダブルタッチミドルからしっかりとゴールのねサイドネットに突き刺して1点先制していくということで、いやいいね、いやいいんじゃない今の。いやサラ相手にねダブルタッチね、もうブリッツカーブじゃなくてダブルタッチコンカーでもなくてダブルタッチインパクトシュート、もう自分のね、まあこれでしか得点取ってないんじゃないかってぐらい、まあこのパターン多いですけども。 OK 素晴らしい、ズナカっていくと、デンベレ、デンベレ、あーマジか、デンベレ、デンベレ惜しいな。オッケー、ここダニール奪っていく。じゃあデンベレ出して、デンベレいけ、デンベレ早い、デンベレ、デンベレ、オッケーオッケーオッケー、デンベレ早い、デンベレちょうだい。めちゃめちゃ軽いんだけど、待って、めっちゃ軽かった今ドリブルが、待ってやばすぎた。いやマジか、ここちょっともうちょっとデンベレ出てほしかったな。デンベレなんだっけこれ、チャンスメーカーだっけ、いや違うな、普通にウィングストライカーか。オッケー、少しデンベレパス受けての、デンベレ上げてのフィーゴからデンベレ上げて、デンベレからオッケーダニール出して、これあるぞ、あるマジある。オッケーダニールをここから中に入れて、オッケー合わせろ。いやマジか、惜しい惜しい。でもここある、もう一回もう一回。オッケーライス素晴らしい、セリカっていきの。オッケーダニーロから、オッケーデンベラ上がってる、デンベラあるよ、これデンベラ、デンベラをここダブルダッチしての。オッケー素晴らしい、いいよ富安、沖縄にして中入れて、フィーゴ、フィーゴ、いや間違う、いやなんだ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 
もうしっかりシュートオーケストジー R ステルスバテキーのまだあるよまだあるオッケー中入れてのサラーからサラービーゴいやー惜しいここで前半終了かはいということでここで前半終了といやデンベレちょっと操作性が軽すぎてあんまり扱いづらいって言ったらあれだけど早すぎてまだ慣れないわでは後半開始していきましょうオッケー R ステルスでサラーでオーケストジーでムーアッペからそっから中入れてのライスライスからオッケーデンベレ渡してデンベレからオッケーもう一回行く待ってこれあるぞマジであるめっちゃいい攻撃の流れつけてるオッケーソンに出してソンからデンベレ出してデンベレから縦パス入っていく素晴らしい繋がったオッケービーゴ貢献していやマジか惜しいえまだあるまだあるオッケームアペ落ち着いて一回落ちてダブルタッチいやーそっちにしちゃったかやっぱそうだよねもうちょっと前の方にねスライド合わせにカーソル合わせなかったらいやマジかやらかしちゃったちょっと待ってそんなこと言ってる場合じゃないオッケーグバリードここでマジでめっちゃ綺麗にかさうわまあ、ブレッツ掴むけども危ない危ないアルセス頑張れアルセスオッケーアルセスアウルスレースお前素晴らしいマジでそう本当に隠れあたりだからねアウルスレース持ってる人マジ使ってるじゃんオッケーここはムーアッペ一回落ち着いて中入れてのフィーゴオッケー決められる人ということで素晴らしいフィーゴいやマジ素晴らしいカウンターだったんじゃない今のめちゃめちゃいいゴール決まったねいやアウルスレースやべえなマジでアウルスレースの神みたいになってるけどいやでもデンベレもねさっきからベレーめちゃめちゃいいプレーしてくれたんですからオッケー素晴らしい奪っていきのサラーからデンベレ出してデンベレまだ疲れてるけどまだいけるでしょいやいけなかったわいや、今の、俺のプレイがいけなかったわ。ちょっとね、そんなこと言ってる。待って、やばいやばい。ちょっとね、やめて、キエーザだ、これさ。待って、キエーザ、ええかいって。もう、ブルびっくりした。待って。いや、もう。キエーザこれってさ、で行った瞬間にもうブリッツカーブ打たれちゃったから。マジでブリッツカーブが理不尽すぎてさ、もうトラウマになってんだよな、俺軽く。本当に衝撃で打ったんだよね。うわぁ、ちょっとね、ソーナーパス危ない危ない危ない。待って、それやばいやらかしたマジでやらかしい、それはちょっとね、やばい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 。あ、オッケー、外逃げてくれたのありがたい。ちょっとね、これブリッツカーブ狙っていってるでしょ。ブリッツ、危ない、ギリギリ。危なかった、今、レオンに今の攻められてたらもう終わってた。オッケー、ムーアップ出しての、オッケー、フィーゴから逆サイド行こうか。サラー、落ち着いて、あっちで、オッケー、あるよ、デンベレ。こっからデンベレ。縦行っちゃおうか、デンベレ行っちゃうよ。まだ使えてない。オッケー、こっから、入れていく逃げいや、惜しい。惜しい。ダブル、ムーアップ。いや、素晴らしい。待って、マジでいい。オッケー、ムーアップ、こっから、いやー、ちょっとボール離れちゃったら今、惜しかった。そう、ボール離れすぎるとさ、ダブルタッチとか反応しないよな、トラップの時に。オッケー、素晴らしい。ライス奪っていきの、こっからデンベレは繋がんないと。待て待て待て、右サイドやばい。また来たよ。キエザやばい。左サイドか。オッケー、いいね。アカンジ、ナイス、ディフェンス。ここからアカンジいける。アカンジない。オッケー、デンベレ出しすぎちゃった。出しすぎちゃったけど、待て、ロスタイムあと2分ということで、アディショナルタイムか。アディショナルタイム、ここ2分奪っていく。デンベレ奪って、縦パス入れて、ここから最後に。オッケー、ということで、ここで試合終了。いやデンベレ強いね。アウルスレスもちょっと強かったからね。そっちのアウルスレスにめちゃめちゃね、コメントしたような気がするけども、デンベレめちゃめちゃ操作強かったね。いやー、本当に、まあ、ブリッツカーブ怖かったですけども、無事に試合終了、2対0で勝利することができました。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。これからもね、ディビジョン1にて無課金の星になれるように、イフトを全力で楽しみながら動画投稿をたくさんしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、あたしだ。